これですね、カブリオって言って、ベルギーの3月なんですよね。サンバイザー好き、テオっていうところのベルギーの有名な、すごく有名な面白いメーカーの作るところのお嬢さんが作ってます。まだどこにも行ってないのに、これから出かけるのに汗だくです。暑いわ。このメガネの難点、自転車だとこう上目遣いになるんで上を見なきゃいけないんですけど、上が見えない。このおかげで、このおかげで見えないのと、鼻がないんで曇ります。ここがとりあえず上が見えないのが難点なの。ほんと自転車乗りにくいこのメガネほんと自転車乗りにくい。見えない。こういう感じになっちゃう。こんな感じになります。結局見えないんでこうしました。見えない。普通にこうやって歩く分なら全然使えますけどね。仕事前にちょっとあれですね、はい、やってきます。新宿のボルダリング、すぐそこにいいのがあるんですけど、こんなビルの2階ですごい近くにボルダリングジムが2つもあったという初心者向けのコースをご用意しております。だということです。なんだろうこれ、クライミングって足も使うのかな。無駄な力が入ってます。多分明日から香港。